6月現在在日本にに中長期に滞在しているる民間のブラジル人人は17万3038であるそのうち永住しているブラジル人やその家族は112,157人であり、それ以外のブラジル人が68,81人である。この他に90日以下の短期滞在や外交官が1,292人いる。なおブラジルは、 国籍離脱を認めていないため日本に帰化しても二重国籍の在外ブラジル人になるだけだが日本政府の外国人統計には入らなくなる男女比は27対23であり比較的に女性よりも男性が多い年代的には30代と40代が多い世界平均と比べると幼児や10代の比率は5%以上高く20代の 比率は10%以上低い。在日ブラジル人の大半は就業制限のない永住者や定住者である。制限のある在留資格としては、留学540人や技術、人文知識、国際業務195人などがあり、特に工業112人や宗教110人は在日外国人の中でも上位にある。 2010年の在日ブラジル人の労働力人口は9万930人であり、失業率は9%だった。産業は製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、宿泊業、飲食サービス業が多かった。在日ブラジル人の居住地域は東海地方や関東地方が多い。在日ブラジル人は、 愛知県などの製造業が集積する地域のブラジリアンタウンに集中しており、東京や大阪などの大都市にはほとんど住んでいない。在日ブラジル人は北海道や東北、四国、九州、沖縄県にはほとんどいない。ブラジル国籍を持つ家族の同伴率は0%で世界平均より低い。一方、日本人の配偶者を持つブラジル人は9%で、 世界平均より高く15,041人いる。1990年、ブラジルの国債がデフォルトし、ハイパーインフレが起こった。一方、日本では1990年に出入国管理を呼び、難民認定法が改正され、就業活動に制限のない定住者資格が創設されて、日系三世に対して付与されるようになった。 1990年の在日ブラジル人は56,429人だったが、1995年まで276,440人に急増し、ニューカマーの一角を占めた。一方、警報犯も1990年の70件53人から1,503件318人に急増した。また、生活習慣や言語の違いから、愛知県豊田市の褒美団地では、 日本人住民との間で圧力が生じた。また、人口の増加と比べて国際結婚は比較的に少なく、1995年に日本人男性と結婚したブラジル人女性は579人、ブラジル人男性と結婚した日本人女性は162人だった。2000年の在日ブラジル人は254,394人だったが、 2005年までに30万2080人に急増した。この頃、在日ブラジル人は本国に毎年30億ドルの送金をしたという。またこの頃在日ブラジル人指定の教育は、公立学校の他にブラジル学校などで行われていたが、在日ブラジル人の高校通学率は、在日外国人の中でも特に低く、2割前後しかなかったという。 一方、刑法犯は2000年に3273件682人に増加した。また、少年の刑法犯は2000年に244人にいて、2003年の377人をピークに2010年まで連続して100人を超え、在日外国人の中で首位を保った。在日ブラジル人家庭は、両親の不安定な勤務環境により、 放任状態となり、日本の生活に馴染めない少年は、学校からドロップアウトし、街に出て、悪い仲間と知り合い、遊興費欲しさに、犯罪者となる例が多いという。2006年頃、在日ブラジル人の引き逃げ犯など86人が、本国に逃亡し問題になっていた。ブラジルの憲法には、犯罪人引き渡し禁止規定があり、 逃亡した犯人を日本国政府が処罰することはできず、ブラジル政府に代理処罰を依頼するしかなかった。その後、在日ブラジル人は2007年に316,967人のピークを迎えたが、日本ブラジル交流年の2008年にリーマンショックが起き、1年で4万5,000人が帰国した。2009年頃、 ブラジル人などの在日南米人は非正規雇用が9割を占め、社会や企業内での立場が弱く、約4割が失業していたという。日本政府は帰国支援を行って、2万53人のブラジル人を本国に送り返した。また帰国できない在日ブラジル人や帰国しない日系低住外国人の指定のために、虹の架け橋教室を開始した。 ブラジル政府も2010年に静岡県浜松市に在日ブラジル人向けの支援施設を一時的に設置した。2010年にブラジルの海外で稼ぎ労働者は全世界から本国に43億ドルを送金した。2010年の在日ブラジル人は23万552人だったが、2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が起き、 約2万人が帰国した。また、ブラジルでは2014年のサッカーワールドカップや2016年の夏季オリンピックに向けて経済が活況になったため、在日ブラジル人の帰国は続き2015年までに17万3038人に減少した。なお2012年以降の統計は、計算方法が変わり、短期滞在や公務を含まなくなったので、2011年、 以前の統計と単純に比較できなくなった。しかし在日ブラジル人は短期滞在が少ないためにそれほど影響はないようである。ちなみに2015年の総在留ブラジル人は17万4330人だった。一方、刑法犯は2010年に2531件515人だった。2014年のブラジル人の犯罪は、車上狙い、自動車等、 部品狙いが多かった。2010年の愛知県には16万228人の在日外国人がおり、4万583人の在日ブラジル人が在住していた。ブラジル人が多かった市は、豊橋市、豊田市、名古屋市、岡崎市、小牧市だった。このうち豊田市は、豊田自動車の本拠地であり、豊橋市には自動車を輸出、輸入する。 三河港がある。漁師に挟まれた岡崎市は、双葉産業などの自動車産業が集積しており、名古屋市には自動車を輸出する名古屋港がある。2010年の静岡県には6万1610人の在日外国人がおり、2 22万2207人の在日ブラジル人が在住していた。ブラジル人が多かった市は、浜松市、岩田市、菊川市、 掛川市袋し、市だった。このうち浜松市は、豊橋市に隣接し、ホンダ技研工業の創業地であり、鈴木やヤマハの本社がある、工業都市である。浜松市の東には順に、岩田市、袋く市、掛川市、菊川市があり、岩田市には、ヤマハ発動機の本社がある。この地域には、自動車産業が集積しており、菊川市には、 自動車部品メーカーのアサヒテックや富士オーゼックスがある。特に、ブラジル人が多く居住する地域は、ブラジリアンタウンと呼ばれる。日本各地のブラジリアンタウンには、在日ブラジル人向けのブラジル料理店やブラジルのビデオなど、生活雑貨を取り扱う店が数多くある。岐阜県カニ市など在日ブラジル人向けを中心に、ブラジル野菜を栽培、生産している場所もある。 ブラジル政府は東京だけでなく、名古屋や浜松にも総領時間を置くなどして、在日ブラジル人を保護している。在日ブラジル人は、ブラジルの国政選挙に、在外投票することができ、1万人ほどが投票する。一方、ブラジル国籍を放棄して、日本国籍を取得しても、ブラジルに対しては無効である。 仮に、日本のパスポートで、ブラジルに入国しても、ブラジルの国民間式手帳を持つ限り国内では、一般のブラジル人と何の区別もない。在日ブラジル人の中には日本語で読み書きができる人もおり、例えば、浜松市の南米系外国人の内漢字まで読むことができる人は、約4割だという。しかし、日本語の会話が得意ではない在日ブラジル人がいて、 ポルトガル語しか話せない子供もいる。逆に、日本語しか話せない子供もいる。また、家族の中で、自分だけが日本語ができるようになり、日本文化にも馴染んだが、いくら真似をしても日本人になれず、家族からも、社会からも阻害されているように感じて苦しむ、在日ブラジル人もいる。浜松市の南米系外国人のうち、約半分は、間接雇用だが、 大半は健康保険に加入しており、半分以上は年金に加入している。しかし現在でも、ゴミの出し方、騒音、駐車場の利用方法など、文化や言語の違いに起因する、地域トラブルが存在する。文化の違いとしては、学校内でアクセサリーをつけたい、校内で誕生日ケーキを食べたい、体育の授業で整列をしたくない等があり、 ブラジル学校の校長のモットーは、お互い理解しようとする、情報する、我慢する、諦めるだという。日本の公立小中学校は、外国人でも希望すれば、無料で通うことはできる。例えば、浜松市の場合、2015年時点で、公立学校に通う外国人生徒は1517人おり、 そのうちブラジル人生徒は795人である。内訳は、小学生481人、中学生276人、幼稚園児38人である。市内の学校のうち一人以上の外国人生徒が、いる幼稚園は、約3割であり、小学校は、約7割に及ぶ。また母国と同じ教育、母語教育を希望し、月謝を払う経済的な余裕がある家庭は、 日本の公立小中学校ではなく、ムンドでアレグリアのような私塾に行くこともできる。しかし義務ではない上に2012年以前は、住民基本台帳法と外国人登録法に分かれていて、日本人と外国人で構成する複数国籍世帯を把握できなかったので、どちらの学校にも通わない不修学が問題になった。特に、リーマンショックの後は、 ブラジル人が失業して月謝を払えなくなったり生徒が大量に帰国したためにブラジル学校が閉鎖に追い込まれて不就学が深刻になったそのため文部科学省は虹の架け橋教室を始めて不就学者の教育をブラジル学校や NPO に委託したまた浜松市は外国人指定の不就学ゼロ作戦を開始し727人の 不就学者の家を一軒ずつ個別訪問して帰国、転出していない不就学者を見つけるところから始めた。その結果2011年9月には市内に16人の不就学者がいたが2013年以降はゼロになった。一方、日本の公立中学校への通学者の中には授業についていけず退学届を提出し受理され、その後フリーターになど、 社会的不安定な身分になってしまうケースがある。これらは現在社会問題の一部となっている。彼らの幼い子供を預かるところは個人宅で個人経営しているケースが多い。宗教面では日本各地のキリスト教の教会が在日ブラジル人の生活支援をしている。在日ブラジル人のうち約二十万人がカトリック教徒と言われているがブラジルでは カトリック教会よりプロテスタント教会の方が多い。ただし、ブラジルのプロテスタント教会はアメリカ合衆国のそれとは性格がかなり異なる。ブラジルはサッカー大国であるため広く海外に人材を派遣しており、J リーグでプレーする外国籍選手に占めるブラジル人の割合が高い。アマラオやシジクレイのように長期にわたって日本で 選手生活を送る者もいる。また、日本各地に、ブラジリアン柔術や、カポエーラの道場があり、在日ブラジル人が多数在籍している。ブラジルは、徴兵制度をとっているため、青年になってから来日した男性は、ブラジル軍で、兵役経験がある者がいる。しかし、ブラジルでの兵役勤務率は、徴兵者のうち10%未満に、過ぎず、諸外国よりも低い。 日系ブラジル人の場合は非日系ブラジル人より平均学歴が高く、兵役経験者の割合がより低い。したがって在日ブラジル人男性イコール兵役経験者という図式は成り立たない。兵役期間は2年であるが、多くの招集兵は1年で復員し、軍隊内部では職業軍人の割合が増えている。ブラジル大帝国公共。ありがとうございます。